想像をいともたやすく超えていく、そんなサッカー体験が間もなく展開されようとしています。ブラジル対花はここビクトリーロードスペースが未知なるサッカーへ挑む選手たちを待ち望んでいます。何が起こってもおかしくない、その期待感が選手からフィールド全体へ広がっていくようです。フィールドへ集結する選手たち、彼らのプレーがサッカーの未来を切り開いていくのか。さあ試合開始。カルロス君、ここはパスに切り替える。前方の相手をダウンさせていく、正面への強烈な攻撃だ。パスを出すの、ここはパスに切り替えた。ここから長い距離のパスを狙うカルロ君、ナイストラップ。チャージが来ました。おっと攻守交代だ。チャージが決まった。花は前方の相手をダウンさせていく、正面への強烈な攻撃だ。ルーカス君、ここはパスに切り替えた。中村君、激しいタックル、パスを出します。カウンター君、ここからチャンスを作れるか。チャンスにかかってしまいました。ここはパスを出した。もらったぞ、ぶつかっていった。相本君、ボールを奪った。ここは抜かせません。花本ぶつかっていった。見てが炸裂。ジャンプ1番かわした。ルーカス君、ここはパスを出した。レオ君、一発のシュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。アーサー君、ワンタッチで落とす。小野君、素早くボールにかわす。アルベルト君、ボールダッシュ成功。花はチームの結束を高めていくようだ。ドリブルと見せかけてパス、ドリブルでボールを運ぶ。バティスタ君、横にかわしてきた。吉田君、このシュートに反応している。ここはパスを出した。メンデス君、花は選手の足元に力が集まった。強力なシュートが期待できます。攻撃をあらゆる方向に飛ばす。これをかわしの見ようか。このシュートを体で止めるつもりだ。花は全部の相手をダウンさせていく、正面への強烈な攻撃だ。これをすり抜けた。カルロス君、ゴールを打ち抜く。あっと、必死にゴールを守った。カルロス君、ボールを成功。シュートだ。あ、決まった。くだらない。決めました。そらパスを出した。奪い返した。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだわかりません。玉井君、ボールダッシュ成功。カズオ君、飛び越えた。敵陣へ攻め込む。チャージが決まった。花は選手たちがあまりに高速で移動し始めた。その動きを追い切れない。数的不利からどう打開するか。それ、かわして振り切った。相本君、回転をかけてシュートを放った。芸術的なセービングだ。選手の足元に力が集まった。強力なシュートが期待できます。力をためているようです。川崎君、ここからチャンスを作れるか。メンデス君、激しいタックル。花はチームの結束を高めていくようだ。あと、ドリブルが見送る。村沢君、激しいタックル。加藤君、ここからチャンスを作れるか。いや、取れない。抜き去った。アルベルト君、激しいタックル。花は前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。攻撃を正面へ。前方の相手を行くそうだ。花は力をためているようです。麻生君飛んでかわしたチャンスが決まった。花はチームの結束を高めていくようだ。力をためているようです。花はチームの結束を高めていくようだ。高速で走れるようになりました。もらった。そのままゴールへダイブするのか。武田君ボールを狙うも届かない。これはごぼう抜きだ。バティスタ君シュートで持ち込めるか。そこボールと真っ向勝負。吉倉君これはキャッチできない。あっと奪い返した。ほら激しいタックル。ここはパスに切り替えた。カルロス君あっゴールを打ち抜く。ああなんとこれを止めた。パントキックで大きく蹴り出した。アルベルト君ダイレクトでパス。エンゾ君ここはパスに切り替えた。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。小野君連続突破で見せます。シュートで持ち込めるか。シュートだ。力強い走りです。これはゴールへの期待が高まります。ボールを奪った。ブラジル前半を終えて一歩リード。後半戦キックオフ。小野君右へパスをバティスタ君激しいタックル。サルガド君バスタ切れ送る。カルロス君横にかわして突破。ドリブルと見せかけてパス。カルロス君ここはパスに切り替えた。レオ君ここは勝負を避けた。ここからシュートに持っていく。大丸君これをブロックに行く。あとよしこのボールをブロック。ブロックにかかってしまいました。ロングパスだ。カズオ君このボールをコントロール。成本君激しいタックル。ここはパスを出した。カズオ君ここからチャンスを作れるか。ここからシュートに持っていく。体ごとボールにぶつかっていく。選手たちがあまりに高速で移動し始めました。その動きを追い切れない。アーサー君ここはパスに切り替えた。ボールダッシュ成功。アーサー君ここはパスに切り替えた。バティスタ君高田君ここは抜かせません。ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。それは佐藤君飛び越えた。アルベルト君ここは抜かせません。花は力をためているようです。カルロス君センターラインを越えて攻め込む。もう一つ突破。強烈なバックスからのシュート。真正面からシュートを受け止めた。パントキックどこまで運べるか。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。カルロス君強烈なバックスからのシュート。大丸君これをブロックに行く。シュートを体で止めました。バティスタ君シュート。ここからカウンターを仕掛ける。かわして振り切った。ここから長い距離のパスを狙う。ジャンプ1番かわしてあっと奪い返した。周辺へ攻撃が飛んだ。選手を吹き飛ばしていくぞ。それ玉井君ここからチャンスを作れるか。さあゴール前です。ダイレクトで合わせる。力強い走りです。これはゴールへの期待が高まります。力をためているようです。花は高速で走れるようになりました。そのままゴールへダイブするのか。レオ君ボールを奪うことができません。ドリブルでボールを運ぶ。玉井君素早く横にかわす。ここはパスを出した。コースタック、激しいタックル。レオ君、中村君、当然ボールを狙うも届かない。花は力強い走りです。これはゴールへの期待が高まります。攻撃を正面へ。前方の相手を一掃だ。横をすり抜けた。アルベルト君、タックルを決めた。花は高速で走るようになりました。そのままゴールへ大ブーカルロス君、次々にかわしていく。ゴールを打ち抜く。大丸君、これをブロックに行く。シュートの勢いも体で止めました。カルロス君、シュート。花は力をためている。チャージが決まった。かわして振り切った。さあゴール前です。バチスタ君、渾身のシュートには吉倉君、このシュートに反応している。やったな。鮮やかにゴールを決めました。右へパスを送る。バティスタ君、ボールを狙うも届かない。ここで大きなサイドチェンジ。メンデス君、激しいタックル。花は攻撃を正面へ。前方の相手を一掃だ。抜き去った。メンデス君、ここは抜かせません。花は力をためているようです。カルロス君、ここは抜かせません。センターラインを越えて攻め込む。中田君、ここは抜かせません。花はチームの結束を高めていくようだ。このタックルは空手に終わります。サルガド君、ボールを狙うも届かない。このタックルは空手に終わります。体ごとぶつかっていった。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って当たります。花は攻撃の正面へ。前方の相手を一掃だ。ここから長い距離のパスを狙う。カズオ君、力を込めて強烈なシュート。ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。パスをもらった。ジャンプ1番、かわした。ドリブルと見せかけてパス。勝利。メダルスタッツで追い上げられましたが、自力で勝りました。